二チャンネルの歴史では、二チャンネルについての歴史を年代別に解説する。2017年10月以降の五チャンネルの歴史についても同様に扱う。二チャンネルは、1999年5月中に、ひろゆきを名乗るネットユーザーの個人サイトとして開設された。当初は、チャットなどの機能もあったが、後にスレッドフロート方式の電子掲示板群だけになる。 5月30日、ひろゆきは、アメゾー掲示板に2チャンネルを開設したことを、報告した。名前の由来は、アメゾーのサブ的な位置づけということで2チャンネルだとしていた。6月には、投資爆クレーマー事件が起き、発言の場を求めるネットユーザーが多く、また、アメゾーのサーバーが不調であったことから、2チャンネルにも利用者が集まった。2000年5月3日には、 西鉄バスジャック事件が起き、犯人が2チャンネルの利用者であったことから、マスコミで取り上げられ、急激な利用者の増加を招く。2001年8月には、転送量の増加により運営が困難になり、多くの掲示板が停止される事態になったが、掲示板システムの改良により閉鎖は免れた。この頃から、サーバーの運営費を稼ぐため、2チャンネルは事業化の道を進む。 2002年5月には、有料登録システムにチャンネルビューアが導入され、他にも検索サービス、プロバイダー事業なども手掛けるようになった。設立数年で2チャンネルの利用者は急増したが、それと共に犯罪予告なども多く見られるようになったことに、対応して、匿名掲示板を訴える利用者の IP アドレスなどの接続情報を記録しない方針は転換され、 2003年1月8日に、利用者の IP アドレスを記録する方針を発表し、完全な匿名掲示板ではなくなっている。2014年2月19日、2チャンネルの実質的管理権限が何らかの理由により、ジム 2. ジムが2チャンネルの実質的管理者となる。ジムと思われる人物の主張によれば、NT テクノロジー会長ジムワトキンスが、 サーバー料金の未払いを理由に当時の運営陣である広きらを全員解任し管理人にワトキンス本人とその親族が就任するという趣旨の発表であった4月1日広きは運営から外されたことについて違法な乗っ取り行為であると宣告し2チャンネルという名称の電子掲示板を設立 自身が管理人に就任した。2015年9月、広きはジム・ワトキンスを相手取って日本において訴訟を起こしたことを表明した。2016年5月から7月、日本国内における西 H2 チャンネルの商標権を広きが取得した。その一方で世界一的所有権機関は西 H.net の ドメイン不法選挙の広行による申し立てを却下した。これにより、日本国内における西 H2 チャンネルの商標権は、広行がドメイン 2ch.net の管理権限は、レースクイーンが保持している状況となった。2017年10月1日、ジムは2チャンネルをロキテクノロジー社に譲渡すると発表した。西村広行から妨害行為により、 ユーザーに安全かつ快適な利用を提供することが困難になったためとしている。上渡先とされたロキテクノロジー社は権利関係で無用な紛争を生じさせないため掲示板を新たに Go チャンネルとして運営することを発表した。これによりにチャンネルは Go チャンネルへと名称及びドメイン名が変更された。2018年6月22日、ひろゆきが 代表取締役を務める東京プラス株式会社が原告となり NT テクノロジー社を相手取った民事訴訟で NT テクノロジー社の債務不履行を認め同社に損害賠償及び前払いのサーバー使用料の返還を命じる東京地裁判決が出る2019年4月25日八ち,ちゃんのツイッターアカウントが 東京高等裁判所にて一審判決を破棄し、東京プラス社の請求が全て棄却されたという趣旨のコメントを発表した。2019年12月4日、5チャンネル 5ch.net のツイッターアカウントが最高裁での上告棄却により、東京プラス社の請求が全て棄却され、東京高裁の判決が確定したという趣旨のコメントを発表した。 一連の訴訟について、ルポライターの清志義明は、確定判決に決定的な影響を及ぼしたのは、ゆきとジムの間に契約書が存在しなかったという事実であり、これによって、ゆきからジムへの送金は、サーバー使用料の支払いではなく、仲間内での収益の分配の延長と判断することもできるという判決が出たと分析している。そんでもって、投稿者、 ひろゆき投稿日99-05-3012-42読者投稿欄に宣言です。アメゾー掲示板っぽいものを作りました。どうでしょうどうかな ドキドキ http コロンスラッシュスラッシュ b o h v i r t u a l a v n e t スラッシュ05月30日1二時21分41秒5月30日1二時21分41秒アメゾーにチャンネル勝手に1広行きどうもご無沙汰してます。広行きです。実はアメゾーさんに無断でアメゾー掲示板っぽいものを作りました。自己承諾ですみません。 http://bohe.virtualave.net スラッシュスレットも最新の投稿が上がるようになっており過去のレスも見れるようにしました使い勝手は一緒だと思いますというか一緒になるように苦労しましたアメゾ掲示板で没になった企画ダメ人間アメゾ地方アメゾとかそういうアメゾさんのお眼鏡に 叶わなかったジャンルの掲示板にしようかと思ってます。というわけで、作りたいジャンル募集。この年の10月22日にチャンネルの書き込みから派生した作品、電車男が観光。これがブームとなり、翌2005年まで爆発的にユーザーが増加し、その影響もありにチャンネル自体もメジャーな存在となっていった。この年の7月7日、電車男の テレビドラマ版が放送を開始。この影響でこの年は過去最高のユーザー数となり、初のピークを迎えた。2004年から2005年までの電車男ブームにより、ユーザー数がピークを迎えた2チャンネルであったが、この年に開設されたアメリカが集国発祥の SNS である SNS 界の黒船ことツイッターが登場したことで、これまで当時招待制であった。 ミクシー程度しかなかったソーシャルネットワーキングサービスが手軽に個人でも開設できるようになったことから SNS 時代が本格的に日本でも始まった年となりまた愛前をしてブログも誕生したツイッターやブログは手軽に個人でも開設できるようになったことからこれまでにチャンネルを利用していたユーザーがこの年から徐々に SNS へ移行する傾向が徐々に目立ち始めた 2007年1月12日にチャンネルのトップページに賠償金滞納処分差し押さえ物件という赤札が掲載された。これは、ひろゆきの全財産を仮差し押さえする申し立てが東京地裁に出された際、差し押さえ対象がに c h .net のドメインにまで及んでいたことに対する痛烈な悲劇であった。2006年のツイッターに続いて、 SNS 界の第二の黒船である Facebook がこの年に誕生。日本語版も同年に開設されたことから、2チャンネルユーザーは Twitter やブログのみならず、Facebook への移行も徐々に始まり、SNS に加われる形でユーザー数はさらに減少した。しかし、各種の SNS とにチャンネルと掛け持つユーザーは相当多いため、減少したとはいえ二千十七年現在でも、 まだ相当数の2チャンネルユーザーが存在している。この年から、弁護士による2チャンネルの書き込みに対する削除仮処分、及び発信者情報開示仮処分の判決を目的とした民事訴訟が増加する。運営はいずれも書式に不備がない限り、判決文に沿った対応をとっている。警察庁のまとめでは2010年度上半期の インターネット上の有害情報が9年比75%増である。削除要請に対して未削除情報の最も多いのは2年連続でにチャンネルであった。ありがとうございます。